はい、皆さんこんにちは。柏清水の清水俊一です。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。いろんなところで動画でもそうですし、流行ってるなっていうのは耳にはしてるんですけども、ダルゴナコーヒー、を、自分でも実際にちょっと作ってみようかなと。でうちのお店の、イベントでですね、スイーツ晩餐会という、スイーツのフルコースを出すイベントがあるんですけれども、そちらで少しアレンジを加えて、清水流のダルゴナコーヒーを、提供したいなというふうにも思っておりますので、今日はそのダルゴナコーヒーを、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず鍋に水、それからグラニュー糖、そしてコーヒー粉末を入れて沸騰させていきます。沸騰したらボウルに移して、でこれをハンドミキサーで泡立てていきます。はい、ダルゴナコーヒー、今日ですね、この牛乳、スズラン牛乳使っていきます。カミーナ原乳の非常に味の濃い牛乳です。こちらの牛乳の上に、ダルゴナコーヒーの先ほど泡立てたものを浮かべて仕上げをしていきます。はい、ダルゴナコーヒー出来上がりました。では早速いただいてみたいと思います。このコーヒーは粘度があるので、泡立ちがものすごくメレンゲのようにね、泡立つんですけども、これをこう牛乳と混ぜてコーヒー牛乳みたいな感じにした方が美味しいのかなと思って、いただきます。うん、美味しいです。もっとこう、なんて言うんだろうな、コーヒーとかキャラメルが入っても美味しいのかななんていうふうに今飲んでて思いました。ダルゴナコーヒーって今回僕初めて知りました。本当にお恥ずかしながら知らなかったんですけども、いろんなところで流行ってるっていうふうに聞いて、なんだ、基本に忠実にね作ってみたんですけど、これに少しちょっとアレンジを加えながら、うちのお店のカフェでも出せるようにしていきたいななんていうふうに思います。ダルゴナコーヒー非常に簡単ですので、皆さんもぜひ、作ってみてください。